アッシュ DA ヒーローが AA サイドシングルビーストモードオクターブを5月29日にリリースすることが決定した。ビーストモードオクターブは劇場版ブルーロックエピソードなぎの劇中歌として書き下ろされた楽曲で、劇中における重要なシーンでビーストモードオクターブがそれぞれ使用される。ビーストモードは覚醒をコンセプトに書き下ろされており、 TV アニメブルーロックシリーズから主題歌を担当しているアッシュ DA ヒーローだからこそ生み出せたブルーロックへのリスペクトと愛が詰まったエゴい楽曲に仕上がっており、ピヨシ率いるチーム Z の覚醒へのキーとなる楽曲となっている。対するオクターブは本作の主人公であるナギをフィーチャーし書き下ろされた楽曲。退屈で無気力な日々を送っていたナギが霊王やキヨシとの出会いを経て感じた初期衝動、そしてブルーロックの中で生き残りをかけて戦っていく中で徐々に成長し変化していく心情を的確に捉えた。リリックは劇中のシーンと相まって気づけば涙が浮かぶエモロックに仕上がっている。そんな両楽曲ビーストモードオクターブは劇場版ブルーロックエピソードなぎの劇場公開に合わせた4月19日より各種配信サイトにて先行配信が開始される。さらに同日20時にはビーストモードのミュージックビデオも公開される。何かから必死に逃げる主人公とまるで心臓を思わせるように不穏に脈動するライティングと絡み合うケーブルの下で激しい演奏を繰り広げるアッシュ DA ヒーロー。楽曲が進むにつれ徐々に変化していく主人公と何かの関係性、楽曲のテーマとなっている覚醒へのキーとなるアッシュ DA ヒーローのパフォーマンス。激しいカットインで絡み合う両者の運命の行く末に注目だ。昨日4月16日から始まったアッシュ DA ヒーロー主催対バンライブツアーアッシュ DA ヒーロープレゼンツガチンコツアー2020ダブル A サイドシングルビーストモードオクターブ黒い中くらいの四角形先行配信2024年4月19日金曜日配信。リンク音楽配信サイト事前予約プレアドプレセーブ受付中 https://lnk.2/ad アッシュ DA ヒーローライブツアー2023から2020店舗特典内容アーティスト写真使用特典 A オンストア A オンストアパワードバイ A スマート複製サイン&メッセージ入りアーティストカード amazon.co.diskagarage.com/form/00-DA-HEROVS スパイアー6月16日日曜日ゼップ新宿東京東京会場17時開演18時お問い合わせディスクガレージ問い合わせフォーム https://www.diskagarage.com/form/